皆さんこんにちは、りなじょうです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、今日はお久しぶりの福岡のお土産紹介でいきたいと思います。イエーイ。お土産紹介久しぶりじゃない？今回もチッチッチ買ってまいりました。今回買ってきたのはね、じゃじゃーん、バームスティック博多あまおう味です。これ買ってまいりました。これね、よくね買う人多いと思う、バームスティック。だけどね、リナね、バームスティックこれ食べたことなかったって、初めて買ったと。この間ね、博多駅で買ってきました。じゃあ早速開けていきたいと思います。このような感じでーす。博多あまおう味の、あ、じゃああまおう味じゃない。博多あまおういちご。バームスティック。バームスティックです。こんな感じの箱。絵はこんな感じ。かわいいよ、ピンクで。四角です。あとはね、中身は10本入り。あ、ちょっと、これ1個だけ食べてしまいまして。また1個食べてしまった。カロリーは 100g あたりが514カロリーです。という感じですね。まあ、外側はこんな感じ。いつもさ、お腹空いてね。食べてしまったじゃん。じゃあ、開けてみましょう。オープン。ちゃっちゃちゃーん。中はね、10本入りやけど、今8本しか入ってない。あ、2本食べとった。2本食べとったわ。こんな感じで、スティック状になっとうと。こういう状態です。音は、これ、二角堂さんの商品なんやけど、二角堂さんって前ね、お土産で紹介した博多の人と同じところが出しとう商品なんよ。じゃけど、実は、このバームスティックのアイデアの出発点は、博多の人のために作るバームクーヘンのカリカリに焼けた部分、これの切り落としから進化させて、このバームスティックができたらしい。で、ネットに書いてあった。へぇ、そうったーいって思ったもん。へぇ、そうったーい。早速食べてみたいと思います。オープン。あー、中はね、まぁ、あ、一回食べたけあれっちゃけど、わかるっちゃけど。中はこんな感じ。あ、でも暗闇で食べたけん。明るいところで見るのは初めてかもしれん。じゃじゃん、見える？なんかね、砂糖みたいなのが散らばっています。こっちはちょっと画像では茶色に見えるけど、あ、茶色か。匂いはなんかね、卵の匂いといちごの匂いも結構する。結構意外と硬いとよ、これ。それでは食べてみたいと思います。バームスティックいただきます。これガリガリと。リナ最初食べた時びっくりしたっちゃけど、バームスティックって書いとけさ、バームクーヘンかと思っとったよリナ。でも違うと、クッキーみたいな感じ。っていうかもう、もはや、バームクーヘンとかではない。クッキー。美味しいクッキーわかる？美味しいクッキーの味。なんか手作りの味。もうすぐ。すぐ。甘ーいって感じではない。このさ、砂糖散らばっとうけめっちゃ甘そうやん。でも甘ーいって感じではなくて、牛乳にも合うし、お茶にも合いそう。緑茶とか。あー、イライラしたーってなるときに、口にホイって入れたら、その人の怒りが収まりそうって感じ。ホイッ、ホイッって口に入れたら、収まるって感じの味です。卵をふんだんに使用したバームクーヘンを、スティック状にカットして、じっくりとこんがりと焼き上げました。そうね、こんがりっていう言葉がめっちゃ当てはまる。これ今さ、ネットに載っとうこと言おうってけど、こんがりやね。こんがりな感じ。サクサクこんがり、バームスティックって感じ。カリサクッとした新食感の中に、バームそのものの美味しさが生きたスティックタイプの焼き菓子でーす。いい感じ。10本入っとうけいいよね。10人に渡せるよ。これだけ渡すとあれよね。でもほら、大家族、10人兄弟の人とかは、ほら、10本入っておけんさ。いいやん。で、これ、プレーンもあるったい？プレーンと、あまおういちごが、両方とも入っとうをセットみたいなのもあった。手軽に食べれるけんいいよね。博多あまおういちご。福岡を代表するいちごの王様、あまおういちごを使用したフルーティーでサクサクのバームクーヘンです。
クッキーのようなバームクーヘン、いや、こんがり、マジでこんがり、こんがりを食べてみたい人はぜひ食べてみてください。こんがりがね、リナ一番ヒットする言葉の中で。まあ、お土産もね、福岡たくさんさ、いっぱいあるけん、これからもお土産の紹介はしていきたいと思います。ということで、今回は、バームスティック味覚堂さんのお土産を紹介しましたが、いかがだったでしょうか？さ、食レポ下手くそないけど、でも、これも紹介してないやっていうやつ、ほっといっぱいあるけん、少しずつ紹介をしていきたいと思います。過去のお土産の動画とかは全部、食べ物系は再生リストの福岡グルメの再生リストにまとめておけ、よかったらチェックしてみてください。そしてこの動画がいいねって思ったら高評価ボタンも押してくれると嬉しいです。いつも動画見てくれてありがとうございます。お店の紹介の時は顔出ししてないっちゃけど、たまにね、こうやって飛び出てくるけん顔が、よろしくお願いします。それではみんな、また会おう。バイバーイ、リナジョーでした。買ってみてね。福岡来たら甘お味バームスティック、バームスティック。福岡大好き、博多大好き、リナジョー好きならこっち。